そうそうですね。もうあれ、お米とパン1個ぐらいです。でこの間なんとポセイドンの贈り物のトビオがね飛び込んできましたね。飛び込んできました。いつもポセイドンありがとうございますね。それもいいですね。今ポセイドンね、どうぞ。でも帆が壊れちゃったじゃないですか。それでも10人やめるってすごいですよね。いやみんなね、他の区でもいろんなトラブルを抱えながら頑張ってますから、まだまだね、先が長いですから何が起こるか分かりませんよ。これからの楽しみは。そうですね。あと白井さんずっと気になってたんですけれど、食事ってどうされてるんですか？あ、ご自身でさばいて食べたんですか？はい、そうですね。トビウオはね、日本人は醤油さえあれば生魚を食べられる国民ですからね。これはフランスに勝ってる。なるほど。そんなお贈り物もあるんですね。すごい。いや、これからもお気をつけて、この先も頑張ってくださいね、白石さん。また来週もよろしくお願いします。はい、わかりました。頑張りますよ。はい、皆さん、いつも応援ありがとうございます。